大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。よっしゃ、今日はコーヒー飲みに行こう。コーヒーを、コーヒー、今日はコーヒーを飲みに行きますよ。出発。11月26日木曜日の夜でございますね。平山茂でございます。どうもこんばんは。今日もご視聴ありがとうございます。今日私はお休みでございました。すいません、ちょっとお休みを、お休みを取らざるを得なかったというような状態なんですけれども、今日はお休みだったということで、こんな時間ですが、ちょっと家を出ましてですね、ちょっとコーヒー飲みたいなという天神駅近くのちょっとカフェに向かっております。はいね、大丈夫ですからね、大丈夫だよ本当にね。ちょっとね、僕がやってる仕事はね、配送の仕事なんですけれども、なかなかね体を使います。1日の拘束時間もね、約12時間ぐらいですかね。長いと13時間14時間ってなりますけども、まあ基本動きっぱなしです。本当にこの移動の車の中だけですね、もう落ち着いて何も考えずにいられるっていうのは、あとはもうなんかずっと仕事のこと考えてやってます。そんな中ですね、ちょっとお休みだったので、今日はもう朝10時ぐらいまで寝まして、ちょっとね疲れが溜まっておりましたので、しっかり疲れを取りながら、今日はねゆっくり家にいたわけなんですけれども、ちょっとねどうしてもちょっと休みだし、ちょっとコーヒー飲みに行きたいなと、そんな気持ちになったわけですね。さあ、もうちょっとで着きますね。大丈夫。いやー、やっとコーヒー飲めた。本当よかった。いやー、いい店だな。すごいいい店だ。皆さんもぜひ来てね。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だから。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫だからね。また明日。ちょっとお店の人がクスクス笑ってますけど。またね。また明日。おやすみ。